第3問です。デレン、今回は水産に関係深いお話です。福井県にも農業遺産地域があります。福井県には三方五湖という湖があるんですけど、このうちの一部の湖では魚を驚かせて捕まえるたたき網漁が行われています。さて問題です。どのように魚を驚かせて魚を捕まえるのでしょうか。A、船の上で太鼓を叩く。B、船に乗りながら水面を竹竿で叩く。C、船の上で足踏みをして船底を叩く。時短だぞ。 D、船に乗りながらラッパを吹く。ああ、ラッパじゃなくて。さあ皆さん答えてください。さあ味方ごこ。これわかんないわ。これわかんないわ。これはわからない。白鳥さんもわからないと言っていますよ。さあ答え整いましたでしょうか。よし、一斉にオープン。お、A、B、C、分かりましたね。おこれは分かりましたね。じゃあ A の徳ちゃんから。いや、太鼓叩き隊が問題に出すってことは太鼓ですよ、これは。なるほど、白鳥さん。いや、なんか A は狙いすぎなんじゃないかなという。叩き網漁だから多分網に追い込むんだと思うんですよね。こう物理的に直接こうそのなんか特定の水面に衝撃を与えた方がいいかなって思いました。はい、吉さんは。私も B と C で迷ったんですけど、船の下にいる魚をこう出すのかなっていうイメージで C にしました。なるほど、はい、それでは答えを発表します。運命の答えは B、 船に乗りながら水面を竹竿で叩くでした。では冬になると船の上から竹竿で水面を叩いて、湖の底でじっとしている船や鯉を驚かして捕まえるのが叩き網漁が行われています。で、三方湖は木材がたくさん湖の底に溜まっていて地引き網ができなかったそうなんです。で、さらに水深が浅かったのでこのような叩き網漁が行われるようになったそうです。さらという一問出したいと思います。思いついたら手を挙げて挙手をして答えてください。三方五湖地域にある宇和瀬神社というところがあります。そこでは春の例大祭で王の舞というものが奉納されるそうなんです。その王の舞のお面に関する伝説なんですけど、一体どのような伝説でしょうか。お、よく手挙げますね。とりあえずで、なんか湖の底に沈んでいる木材とともに発見された。おー、惜しい。木材とともに。はい、じゃあ、はい、一緒にそのお魚の漁をした時に一緒に取れて正解。やったよかった。よし、仕掛けた網に船と一緒にお面が発見されたっていう伝説があるそうです。じゃあ早押しです。暴れない。これなんか2文字ぐらいでパンとか言うのがいいんで。あ、いいですよ、いいですよ、はい、2文字ぐらいでいい。宮城県大崎地域の問題です。お、おい、言うね。はい、違う。あ、宮城県はあれですよね、出身です。地元ですから。宮城県大崎地域では東北特有の冷たくて湿った、はい、山瀬、湿った季節です。山瀬による冷害。山から冷たい水による稲の生育障害に悩まされてきました。で、稲の生育障害が起きないように田んぼに入る水路である工夫をしています。では問題です。どのような工夫でしょうか。はい、はい、皆さん、温めた水を流す。おー、当たりなんですけど、その温めるためのにどういう風にしたでしょうか。あー、なるほど。点数上げたい。今ので1点上げたプラス、あったかくするための技術を入れたらみんなに似てあげます。みんなじゃない、この人に似てあげます。伝統的な農業なんでボヤーとかないですか。あ、はいはいはい。で、ため池に水を張って太陽で温めた。ため池ではない。ため池ではないよね。はい、用意してる答えとは違います。はいはいはい、はいはい、地熱で温めた。おー、違います。はい、はいはい、温泉を持ってきた。あー、違います。温める水路なので、その名前
したら、はい、はい、川からその来る前に何か迂回路を作って、はい、正解、やった、はい、解説お願いします。スワンさんのため息の発想がすごく近かったなと思うんですけど、宮城県この大崎地域は昔から冷害に悩まされてきまして、まあ、水が冷たいとお米を作るにしても大きな障害になりますの で水をぬるめるために、取水口から直接水田に水を入れるのではなく、水田の周りをぐるっと回って水田に水がたまるようにしたり、暖かい昼間に水をためておいて水温を上げるための工夫をしています。はい、最後の問題です、はい、言い忘れて終わりました。皆さんいかがだったでしょうか。点数は最後の2点で、あ、そう、2点、最後の2点です。やった、はい、4点、4対3対1ですね。やった、勝った。さあさん、いかがでしたか。いや、難しかったですね。地元の問題でちょっとあの負けるとは精進したいと思います。はい、あと三好さん2点、あの最後の温めるっていうのを、あ、そうか、それで2点か、あ、そうかそうか、2点か、4、3、2ですね、4点、3点、2点で徳ちゃんの優勝です。じゃあ皆さん一人ずつ感想を、じゃあ三好さんから。勉強してもう一回対戦できたらと思います。すみません、いや、あの 思った以上に面白かったですね、うん、なんかそれぞれこう切り出してスクイズになってますけど、なんかこう次は勝つぞ。はい、徳ちゃん、はい、優勝の一言。朝一のちょっとの勉強の成果を出して優勝できてよかったです。バイバーイ。